はい、どうも、こんにちは。僕くんゲームでございます。ということで、今回はマイクラブディビジョンの方やっていきましょうということで、お相手がスマップ スマップって一昨日ぐらいに解散したスマップ。いやー、でもスマップさんすごいやっぱ人気あったから、やっぱりこうやめないでっていう署名もたくさんあったんですよね、多分。っていうことはちょっと置いといて、750の方ですね。頑張っていきましょう。いや、スマップってこれチーム名。いや、中居くんとかいんの？メンバーに。いや、だいぶでもメンバー絞ってんな。ダビド・ルイスだ。ミラー絶頂だ。顔。ミラー絶頂は使っていくべきだね。あとは、いいかな。戻り CMF にして、完璧ですね。まあ、後半ダメだったらロナウド使っていきます。ミラーでチェイシングもかけながらね。 ST でいいんじゃね。やっていきましょう。スマップということでね、お相手がトラオレか。スマップにトラオレいたっけ。スマップトラオレ、スマップ、まさかのスマップ来ましたね。いやー、大晦日の紅白出るかと思ったけど、サプライズゲストで出ないかな、スマップ。いやー、ちょっとね、頑張っていきましょう。すごいね、チーム名スマップってレジェンドだからね、スマップも。ほんとスマップガチャでキムタクとか出てきたらすごい能力値95ぐらいありそうな。スマップ、スマップ、ドルトムント好調な兆しを見せています。今日も連勝の数を伸ばしてくるのでしょうか。いや、乗ってきてますよね。この勢いのまま今日は行ければいいですけどもね。さあ、前半はい、ナイス、ウンチ君。ウンチッチが強い、マジで。強豪同士、世界でも注目の一戦です。マジでうんちきついか。ワールドクラスのゲームが期待できるでしょう。長い縦へのボール、左上がっていく、縦にボールを送ります。このボールに触ります。ドルトムント、つい先日現監督との契約延長を発表しました。メッシ怖。ファンフラン、右サイド上がっていく。あぶね。まだいますよ。繰り返しクロス。トラオレやばいな。メッシからラムジー。やば、ラムジーいて。ラムジーいいんじゃん、ラムジー。元メンバーのラムジー。これやばい。トラオレ来る。必殺トラオレ。あぶねー。トラオレでかすぎだろ、でか。トラオレやばいって。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。トラオレやばいって。ここに立ってもこれ入る。やべえの。クリアしよう。クリアしよう。オッケー。もうクロス上げ出せないで。はい、そうですね、ワンツーは使うタイミングが分からないと思うので、常にマッチアップの際はミラー、ミラー、このミラーの抜け出し。ワンを出された瞬間からマークを外さないことで、ツーを出されないようにするのが一番の効果的だ。ベイル、お前決めろよ、それ。それは決めてくれよ、しんちゃんって感じだよ、ほんと。いや、あのミラーの抜け出しいいね、やっぱ絶頂なだけあるわ。はい、トラオレにも負けないこのバランのジャンプ力。バルセロナ、先ほどから見ていてクロスでチャンスを作ろうとしているようですね。そうですね、サイドで起点を作ってクロスという寄せる、もう寄せるみたいですよね。まあ、クロスを上げる選手と合わせる選手の人が合ってくると、はい、クロス、クロスの逆転は闇雲に中に放り込むだけではないということですね。もちろんそうですよね、うん、チームによってはクロスからの攻撃をピックアップしてわざわざ練習するところもあるくらいですから、はい、それくらい。ベイル神、ベイル神、スマップに食らう直撃。スマップ、スマップ、世界に一つだけのベイル、
一人一人違うベールを持つ、そのベールを咲かせることだけに。歌めちゃくちゃなってる。一生ベールになればいい、小さいベールや大きなベールって。やばいな、なんかそれはそれはそれで怖いな。同じものはないくわら、ニャンバーにならなくても、はい、もともと特別なオンリードーン、ドーン、腹のドーン、取られくるぜ。前線にボールを送ります。ダシナトラオレ、裏のスペースを狙う。トラオレ怖いな。てかアレクシス・サンチェスから左へ。アレクシス・サンチェス、モドリッチに当てていく。過ぎたところです。ロングフィードで狙う。モドリッチ、裏に味方を走らせる。来た、さあ右へ預けて、ここ潰していきたい。柔らかいボール、いや、いいね。誰だ、バランか。オッケーオッケー、いいよいいよ。ナイスナイスナイス。青い稲妻がなんとか、よくピッチを使えてますよね。スマップのとあんま分かんないって。届くか、いいボール入りますよ。やべえ、取られ。ただこのウンティッティのフィジカル、ウンティッティによるフィジカルでトラオレを潰すっていう作戦。スマップクロスの対策としてはやっぱカーソルチェンジを早くして、まあでもわざと誘うって手もある。ナイスキー、さすがレー、さすがレーノっすね。ないないない、ロナウド、おいい形ですよ。いい、ナイスキー、ナイスナイスの、こんなマイボール、マイボール、マイボールじゃないのかよ。いや、トラオレに勝てるぞ俺。ほら、もうバラン、トラオレ勝てるからね。いや、ミュラーのこの、自分で行く、ミュラーのこのね、推進力。いや、いいよいいよ、いい感じに進んでるぜ。トラオレはヘッドさせなきゃいいだけだから。リードを奪えたのも良かったんですけど、はい、まずは前半スマップっていうのがね、後半も守りを固めつつ、敵はスマップか。なるほど、ドルトムント1点を先制して取り返します。解散ね。後半見ていきましょう。ナイス。ドルトムントとしては、いや、ウンティッティまで強い、0のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどもね。スルーパス、シュート、いや、くそ。ここもしっかりディフェンスしました。モドリッチ、ふわっとしたボール、クリスチャーノのマウンドに。いや、もったいないでしょ。これは旗が上がっています。あー、そっちはあるか。クリスチャーノロナウド、そっちはアルンゴラン。ギリギリですね、はい、ちょっと残ってましたかね。ベール勝てるぞ、バラン。そう、バランだったら勝てる。ナイス、チェイシング発動。エクトル・ビアリエリ、パスで繋いで攻め込んでいきます。ドルトムント、あのフィジカル、あれ取られんのね。ここはカットします。いやー、マジでもったいない。それは味方を走らせる。ナイス、ここはナイスナイス。ミューラー、このボールは繋がりません。オッケー、モドリッチ、ジョアン・ミランモドリッチ、時はモドリッチ。クリスチャーノ・ロナウド、ナイス。いつも失ってますよね、サードでこれだけボールを奪われてしまうと、はい、ビール、可能性なくなりますよね。
バルセロナとしては先ほどからディフェンスラインの裏のスペースを相手との距離を置いたマークの仕方でケアしますね。いやー誰これ、ラムシ、しかし北澤さん、そうなるとやばい、トラオレが来た、トラオレに上げさせないぜ。そうですね、おっしゃる、いやハイヤメッシマジで、どうしてもボールホルダーへのチェックは危ねー、寄せ高い、オッケー、スタンクもトレーニングしてますから対応できるはずですよね。ここね、ベイル、いやここ逆サイド、ナイス、決めます。それ入らないやつ、マジか、あれは決めてほしいよね。ただちょっとミロありがとう、ロナウズ行きます。この男の後半からの力を見せよう、この男の後半の力を見せてやる。やべ、カーソルが合わないけど、こう閉じて。モドリッチ、縦にボールを送ります。このボールをカットします。はい、オッケー。裏を狙っていきます。ここも寄せちゃおう。ミスティアのロナウド。いやー、取れない。これやばい。トラオレには負けない。シュート。オッケー。いいね。今の形すごく良かったですね。キーパーやばいやばい。繰り返せばいいと思いますね。危ねえ危ねえ危ねえ、そうですね、何事も繰り返すことが大事でしょうか。はい、期待したいですね。いや、やばい、メッシスルーパスを出す、やばいやばいやばい、メッシくスルーパスを出す、やばすぎだろマジで。右サイドへ振って裏のスペースを狙う、ここでロナウド勝った、これ前走ものともしません。くぅ、縦へのボール、ナイス、これ裏、いやーマジかよ、オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、え、前もじゃないの、時間的に相手も動いてくるタイミングですからね。それにしっかり対応して失点しない心がけをしていくことが必要でしょうね。あ、きついな。ロングボールを入れてきます。さあ右サイドメッシに勝てるか、やばい、クロスか、メッシうまいですね、オッケー、これは相手に当たってしまいましたがコーナーキックへとなります。負けねえぜ、負けられない戦いがここにあるぜ、ね、この高い守備陣どう崩すのか、ヘディング、はい、好き、寄せろ、どうする、ボールは、いや危ねえ、強えなヘッド、やっぱトラオレいなくなったというか、トラオレいないか、よーし、勝てると、ナイス、いやこれ通るんじゃない、これ前を向けるか、狙いましたね、長いボール縦へ、ナイス、アレクシス・サンチェス、サイドのスペースへ走らせる、いやばろな、ラムジ、さあ左へ預けて、いやいいね、やべえロナウド来た、サイドのスペースを使います、引けね、このボールをカットします、はい、ここには誰もいませんでした、これ取ってるよ、ドルトこのまま終わりたいですよね、これですね、あとはタイムエンドのホイッスルを待つだけですね、ここね、ゴールのとこのパス、いやスライディングうまく触りました、いやマジでうますぎでしょ、メッシ流れを止めます、ナイスバラン、さすがアレクシス・サンチェスからロナウド、さあ繋がるか、完璧だねこれ、いや決めてくれよ、しんちゃん完璧に崩したと思ったのに、ね、寄せます、このボール決めです、もうパワープレイで行ってもいいと思うんですけどもね、 OK ということでスマップに、スマップさんにね 1-0 で勝ちましたということで、今日はねなんとかまた勝ちものにできて、5連勝目指してまたやっていくんで応援の方よろしくお願いしますということで、ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録コメントの方よろしくお願いします。ドルトムントとしては失礼します。